出場機会を得られない苦しいシーズンでも努力を続けチームを支えてきた森脇選手。その姿勢は多くの選手に良い影響を与えていた。まあね、やっぱり選手としては試合に出て活躍する、これが一番もう本当嬉しい、何にも変えることのできない嬉しいところですけど、だけどやっぱり試合に出れなければ悔しさっていうのもありますし、俺を使ってくれよと、そう思うためにはやっぱりピッチの上で監督にアピールしなきゃいけないわけであって、その出れてない時はその悔しい気持ちを常に持ちながらプレーはしてましたね。それとやっぱり僕自身この浦和レッズというクラブに所属させてもらっている中で、やっぱりこの浦和レッズのエンブレムを背負ってプレーする選手であれば、もちろん試合に出てる時に 100% 頑張るのもそうですけど、試合に出れてない時にどういう振る舞いができるのか、やっぱそれは一つのレッズとして浦和レッズのエンブレムを背負ってる一つの責任だというふうに思ってたんで、まあそのこのクラブで素晴らしい思いをさせてもらってる分、やっぱりチームにね、変な影響だけはね与えたくないなと、少しでもチームが好転するように僕自身はやっていかなくちゃいけないなというふうに思ってたんで、まあそういういろんな思いを込めながらいろんなことを考えながら過ごした数シーズンだったかなっていうふうには思ってますけどね。この間の試合の後に山中選手がねコメントを僕に対してしてくれてましたけど、まあ森脇君が日々頑張っててそれが僕のエネルギーになったって言ってましたけど、もうそんな恐れ多いというか、もう僕自身もやっぱり山中選手はじめね、他の試合に絡めなかった若い選手だとか中堅の選手、ベテランの選手が頑張ってる姿を見て、いや俺もまだまだやんなくちゃいけないと、こんなところでへこたれてはいけないと、もっともっとチームを盛り上げなくちゃいけないっていう思いにもなってたんで、本当そういう方たちに僕も支えられたなと、あのコメントを読みながらね、おいおい逆だよと、山俺はね山に助けられたよってね、思いましたけど、本当そういうみんながね諦めないというか、しっかりとしたプレーをねメンバー外の選手もやれてるんで、それは僕の中で一つモチベーションとしてやることができた、継続することができた要因だなっていうふうには思ってます。そして表彰式で森脇選手の時だけ周りが無反応になるお約束の下りなど、数々のパフォーマンスでも楽しませてくれた。特に何かを考えてっていうのはないですけど、本当自然体のままでああいう形になったというか、僕もなんでああいう風になったかね、たまに振り返る時あるんですけど、でもそれでも答えが見つからないような感じですけど、でもああいう空間というか、まあ、ヒーローインタビューでも僕の掛け声に対してサポーターの皆さんがね何かリアクションを取ってくれる、そういうのは僕にとって本当これ以上ない幸せな瞬間でもあるんで、そういった意味ではまあ、その時間は大事にしていきたいなっていう思いはありました。本当嬉しい時間ではありましたね。このルーティンは誰かが継承していくのだろうか。多分レッツ引き継ぐでくれるんじゃないかなと。引き継ぐっていう言葉がね正しいかどうか分かんないですけど、でもそういうキャラクターの選手がね、たくさんいるんで、若くて、そういう選手に、受け継いでもらいたいなっていうのはありますけどね、そういう意味で何だろう、橋岡とか荻原とかそういう選手は向いてるんじゃないかなと。彼らはね、人間性もちろん素晴らしいのはありますけど、サッカープレーヤーとしても素晴らしいですし、そういうバカをねやったりもできるんで、まあ彼らにはこれからそういうのも期待したいなと。橋岡大樹なんかはね、そういうのにもってこいな存在だというふうに思ってるんで、サポーターの皆さんもどん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 彼をねいじってやってほしいなと。わかんない、こんなん言ったら後で大輝にね、森くん何言ってくれてんすかって怒られちゃうかもしれないですけど、でもあいつも結構ウェルカムなところがあるんで、どん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 絡んでいってほしいなっていうふうには思います。7年間を振り返って、ファン・サポーターとの一番の思い出は、
でもやっぱりその、ね、トロフィーを掲げる時もそうですけど、ヒーローインタビューとかも僕の中でものすごく印象には残ってるシーンかなと。あと、ね、誕生日の時に得点を決めた後に場内一周回ってる時に、サポーターの皆さんとちょっとこう掛け合うようなシーンがあるんですけど、その時はちょうど僕は誕生日だったんで、サポーターの皆さんがハッピーバースデー歌ってくれて、まあ、僕からちょっと歌ってくれっていうのを言ったと思うんですけど、まあ、それでサポーターの皆さん歌ってくれて、で僕もそれにリズム合わせ乗ってたら急にブーイングに変わっちゃって、でそれで僕もずっこけながらちょっとっていう感じで、でそのまま僕帰ろうかなと、またサポーターがハッピーバースデーの歌を歌ってくれて、でまた僕も答えにサポーターの方に向かっていったらまたブーイングをされるっていう、まあ、それは本当僕の中で、レッツに来て一番の印象深いシーンって言っても過言じゃないのかなと。一番こうね、グッとくるものがあったシーンではありましたね。浦和で過ごした家族との時間も大切な記憶。いやもう最高っすね。もう特にね、子供が生まれる前に奥さんと2人で過ごす時間もものすごくハッピーな時間でしたけど、そのハッピーにプラスして娘がね、誕生してくれた、僕らの元にね来てくれたっていうことで、もう今まで以上に楽しくなったというか、よりもっともっと頑張ろうと、そういう思いにもなりましたし、娘のね喜んでる顔をいつまでも見ていたいなっていう、そういうふうに思う毎日ですね。ただ最近、1歳7ヶ月ぐらいになるんですけど、言葉も結構、覚えるのも早くて、結構喋るんですけど、最近本当にこうパパ抱っこしようかったら、いやとかね、パパのとこ来てたら、いやとか言われるんで、ちょっとショックを受ける時もあるのかなと。ちょっとだいたいね2歳過ぎてぐらいからとか、もうちょっと大きくなってパパいやいやっていう、そういうイヤイヤ病が来るよっていうのは聞いてたんですけど、まさか1歳7ヶ月ぐらいで来ると思わなかったんで、ちょっと僕にとっては一つのサプライズというかびっくりしてるところではありますけど、でもこういう僕もしつこい性格なんで、いやって言われても嫌じゃないよって言いながら抱きつきに行っちゃったりするんですけど、それでもそうなった時にはね、今度はいやーとかねすごくなっちゃうんで、大変だなと。これからがね、どうなっていくのか楽しみでもあり、パパが嫌われちゃうんじゃないかなと不安でもありますね。では浦和レッズのファンサポーターとの関係性は今後どうなっていくのだろう。多くの方がね、盛り上げが必要だと、まだまだ必要なんだっていう声をたくさんの人にかけてもらいましたけど、僕にとってもサポーター、僕を応援してくれてる方々っていうのは僕にとって必要なんで、そういった意味では僕がどこ J1 のチームになるのか、 J2 のチームになるのか、 J3 のチームになるのか分かんないですけど、どこに行っても僕の心にはねあり続けるんで、そういった意味では常につながって、いたいなというのはありますけどね。まあね、レッツのサポーターの皆さんがどう思うかわからないですけど、僕自身は、いつまでも続いていきたいなと。時間があれば、休みの日とかがあればね、浦和の町に戻ってきて、突然飲食店に訪れたりとか、そういうのもしたいなっていうふうにはありますけど、だ本当ね、ファンサポーターにいたいのは、忘れないでくれと頼むが、ちょっとでもいいから頭の片隅にね、森脇亮太いたなと、あんな変なやついたなと思ってくれてるだけで十分なんで、ちょっと頭の片隅に置いといてもらいたいなっていうふうには思ってますね。一人のサッカー選手としてやっていきたいことや目標などはあるのだろうか。サッカーはね、できる限り続けていきたいなと、プレイヤーとして選手としてできるんであれば長く続けていきたいなっていう思いは ありますね。それプラスやっぱり、ここまでたくさんの経験を積ませてもらった中で、
やっぱりいろんな新しく入ってくる J リーガーになるそういう選手たちにいろんなものを自分が経験したものを落とし込んでいきたいなというところは感じてます。それプラス最後に、ね、少しでもサッカーを好きになってくれる方々が増えるようなそういう努力も今まで通りしていきたいなというふうには思います。最後にファン・サポーターの皆さんへメッセージを。7年間本当にありがとうございました。お世話になりっぱなしで、そして、迷惑もたくさんかけてきましたけど、僕自身、皆さんから受け取った愛情っていうのはものすごいものが ありました。感謝しても本当しきれないというか、どう言葉で返していいか難しいっていうのが現状です。僕自身正直、浦和から離れるのは寂しいです。ですけどこれも人生の一部ですし、これからますます僕自身も頑張っていきたいなというふうに思ってるんで、少しでも森脇亮太のことを覚えてくれてるとありがたいなと、そして僕の心の中にも皆さんは常に共にあるというふうに思ってるんで、これからもよろしくお願いしますと伝えたいなと思います。悲しくなるのも嫌なんで、最後は皆さんにとびっきりの笑顔、バイバイ、ありがとう。